まず最初に自然体。自然体といいましても、自然体の中にはやはりいくつかの立ち方があります。まず最初に足を閉じて立つ立ち方、閉足立ちを説明いたします。これは完全に足が揃っております。これが閉足立ち、足を閉じるという意味です。次が結び立ち、足先を開いて約60度ぐらい、ね、30度開いて一応60度の形、これが結び立ちです。次に平行立ち、足が完全に前後にまっすぐに立ちます。そしてこの内側は腰幅と同じぐらい、または肩幅で見る場合は外側が肩幅と同じというのは平行立ち。次に八字立ち、やや足を外へ向けて開いて、足先を向けて、足幅はだいたい平行立ちと同じように、腰幅肩幅を基準に立ちます。これが八字立ち。そして今度は次にレの字立ちというのがあります。この足が約斜め前方45度ぐらいに向いて、そしてこちらの足がまっすぐ、この立ち方がレの字立ち、自然体です。次に前屈立ち、前屈立ちを説明します。はい、前屈立ち構えて、まず最初にやや気持ちに膝を張ったような気持ち、外側に張って十分に前に膝を曲げて、外側がまっすぐ、あるいは親指1本またはこの2本内側に向いておる、背筋を伸ばし後足を突っ張り、後ろの足は前方に45度向いておる、この姿勢が前屈立ちです。完全にへそが真正面を向いておるように。次に膝の位置を説明いたします。膝のこの端がちょうど垂直に下へ降りて、ここのところへ来るような形がちょうど正しい膝の位置です。例えば横から見ますと、この位置ですね、これがここに乗ります。ここに乗ります。これが大事です。この足首、膝の曲げる位置、角度、そういうものをよく十分に注意してやっていただきます。この場合に重心の位置は前に 60%、 後ろに 40%、 この重心の割合が前屈立ちです。後屈立ち、今度は重心が後ろに乗ります。それが後屈立ちです。まず、はい、この立ち方は重心が後ろ、そして横幅がありません。ちょうど前屈立ちの場合、ちょうどこの自然体平行立ちと同じような幅であります。幅ですが、今度は後屈立ちはこの線です。この線と後ろの線が一緒、そして十分に膝を張り、前の足の付け根を締めて体が垂直になるようにします。はい、これよく見ます。この場合重心は後ろに 70%、 前に 30% の割合で重心が乗ります。そして膝を気持ちだけ張り合うような気持ちで、そして椅子に座っているようなリラックスした体勢、これが後屈立ちです。
千葉立ち。千葉立ちとは馬にまたがるという意味ですね。これは前足は前屈立ちと同じです。はい、例えば後ろ足を引いてください。これと全く同じです。はい、この前足になってください。この向こう向いて後屈になってください。後屈立ち、同じような、締め方をいたします。はい、気晴らしもう一度。これは完璧に重心がヒフティヒフティ、真ん中に重心が乗って、一番安定した立ち方と小刀館では言っております。